どうも皆さん、おはこんばんちゃは、あいたか実況の大ちゃんです。本日はこちらのゼンタの伝説をやっていきたいと思います。はい、まあね、僕表の顔はゲーム実況者、そして裏の顔はパクリゲームハンターというわけで、本日もパクリゲームやっていきたいと思います。はい、というわけでゼンタの伝説、全身タイツ、全身タイツ、ゼンタ今回のパクリゲームハンター、はい、出落ちです。名前だけなんかの伝説に似てるっていうだけの出落ちゲームだと皆さん思っていただいて構わないので、ぜひともブラウザバックしてもらっても構いません。嘘、最後まで見てってね。というわけでやっていきましょう。いいけど100点満点ではないと思ってしまうのはパスタの味に何か足りないからだろうか。というか冒険何のこと、そもそもゼンタって何なんだよ。その時俺は気づいた。ゼンタ、それは全身タイツの略だということに。すごいな、ピラメキーノがすごいな。お前、水、炎、草のゼンタを揃えると進むべき道が見える。なるほど。ああ、異世界転生した。あ、なんでこれ、あ、これか。さっき言ってたよね、赤、青、黄色みたいな。オッケー、新しいゼンタ獲得した。オッケー、普通に広告入るんだ。あとじゃあ緑と赤色を探していきたいんだけど、どこにあるんだろう。これ適当に走ってれば見つかるんかな。ジャンプ、なんかなんかさ、もうこれ酔いそうなんだけど俺。これ画面スクロールが遅い遅い。なにこれ、みんな大丈夫、酔わないでね。もう俺すでに酔ってるけど。なにこいつ、本当は全身タイツだこいつ。ゼンタだね、お前。ゼンタの伝説だ、これは間違いなく。ん？なんだこれ？お、皆さん、このさ、ゼンタのさ、頭の横を見て、なんか緑色の物体がさ、光ってない？これ。もしかして、ここにさ、緑色のゼンタがあるんじゃん。ゼンタってなんだよ。ねえ、あるある、あれじゃない、あれじゃない、ゼンタ。あれ、ちょっと待って、もう近づいてきてるってことか。どこ、あそこの下にあるってことか、ゼンタが。ゼンタってなんやねん。どこですか、ゼンタ。なんかこれ、おっと、ゼンタあった。もう画面スクロールがゴミ。よっしゃ、ゲット。あと、赤のゼンタのみ。ゼンタは全く意味がわからないけど、とりあえず見つけていくか。お、あるある。あの赤の点があるよ、赤の点見えたよ。これなんかさ、いいね、オープンワールドでさ、これもうワンチャンさ、黙ってればさ、これが、もしかしたらゼルダの伝説ブレスオブザワイルドだって勘違いしてくれる輩もいるかもしれない。いいの、おらんかさすがに。オッケー、見つけたぜゼンタ、ラストの赤ゼンタ、ゲーチウェイ。というわけで、何これ、ちょっと待って、説明全然読んでなかったら。なんか入れないんだ。三原色プラス、謎の色、薄水色。あ、俺のさ、やべえ、なんか今さ、鳥肌立ったんだけど。俺のこのさ、着てる全身タイツの色とさ、あの宝石の色、一緒ちゃうこれ。もしかしてさ、これなんか重要でしょこれ絶対。俺じゃん、だってほら、色が。はい。フィードエン、ゼンタ全て獲得しました。中心の塔を目覚めしましょう。ありがとう。うおー、なんか無限にジャンプできる。あ、そういうこと？あ、無限にジャンプできるようになった。あ、これ、塔の上に行けるんだ。さっきまで無限にジャンプできなかったからさ。なにこれ、タバスコ？なにこれ？え、なにこれ？なんでタバスコあんの？どういうことこれ？タバスコが置いてある。これ全身タイツの伝説じゃなくて、全クリするとタバスコがもらえる伝説じゃねえか。パスタに物足りないのは、タバスコの辛さだったみたいだ。感、Thank you for playing. 孫うことなき、ゼンタの伝説だね。